ンドジュニアです。開幕戦巨人、亀井選手のサヨナラホームランで開幕戦巨人。待って、キングの最高潮でございます。もう話したいことがいろいろあるんですけど、とにかく、亀井選手、初の代打ホームランでのサヨナラ、日本の初らしいです。いやー、マジでね、最高のスタートを切りました。だって、今日の展開をいつも通り振り返っていきます。2021年度も。もう初回から早速巨人はね、もう梶谷選手、若林選手が出て、そして坂本選手のタイムリー。でもね、その後のノーアウト満塁を生かせなかったのは痛かったって感じですね。それで流れがいってしまった次の表に、田中俊太選手が今日エグかったっすけど、犠牲フライ打たれて、タイムリーとかも打たれて、2対1とされ、あ、3、間違えました。3対1とされて、そしてね、オープン戦じゃないんで、しっかりスマホ見なくても結構覚えてますよ。そして、ね、その次ね、また田中俊太選手にタイムリーを打たれ、もうな、8対7なんですけども、DeNA の7点中6点は田中俊太選手を打ちでも燃えてましたね、今日は。で、3対3とされたんですけど、その裏に、大城選手の勝ち越しスリーランホームラン。7回表にまた田中俊太選手にね、2点タイムリーを打たれてしまい6対5なんですけど、8回裏にウィーラー選手またタイムリー2本目。そこの次のワーズ3チャンスで、吉野選手がノーインして、重野選手がアウトになってしまって、流れがいってしまって、2アウト2、3塁、中川と先頭打者を打ち取って次の2人を出してしまいね、宮崎選手ツーベース打たれ、でも大和選手は打ち取ってツーアウトまで行ったんですけど、田中俊太選手に技ありの2点タイムリーを決められてしまい、あの時はマジで絶望しましたけど、7対7だったんですけど、その裏直後に亀井選手大体出てきて3球目のサヨナラホームランというのがね、今日の流れでございます。マジこれは今年最大のゲームになってもおかしくないぐらいです。まだ1点目なんですけど、というわけで明日からも勝って開幕3連勝、いや開幕もう6、9、12連勝ぐらい行きましょう。今年はソフトバンク倒すためのね。というわけで、今日の動画終わります。ご視聴ありがとうございました。